蘭越町では先月29日、地熱発電の掘削調査中に大量の蒸気が噴き出した影響で、周辺の河川が白く濁り、川から水を汲んでいる農家およそ70戸が取水を控えてきました。掘削を行っていた三井石油開発によりますと、水質調査で下流側の区域ではヒ素などが基準内に収まったため、関係機関との協議を経て取水制限を解除したということです。この解除でおよそ60戸の農家が水を引けるようになった一方、蒸気が噴き出した地点に近いおよそ10戸では取水制限が続いています。